の親子チャレンジクラスは、車種の方もですね、タンネから配られているのはシャフトドライブの4輪駆動の車種ですね、こちらのマシンを指定という形になっております。またDF4 もですね、指定されておりますので、スピード差のない中でのバトルという形になります。さあ、まず序盤の展開ですが、1番と2番ですね、激しくトップ争いを演じております。まずお父さんドライバー奮闘していきます。さあ、坂田チームと小森チーム、さあここでインナーから差していったか。さあ、小森チーム、インナーからホームストレート入り口に、差して前に出たが、再び坂田チームが前に出ます。ホワイトとグリーン、ブラックのカラーリングが坂田チーム、そして小森チームがホワイト、ピンク、ブルーのカラーリングですね。さあ、サイドバイドサイドの線ですね。さあ、ダンロップコーナーから今、パナソニックコーナー、ホームストレート、TGR コーナーに向かいます。周回数は8周目ですね。さあ、ドライバーチェンジまで残り40秒というところ、まずは前半戦2分間お父さんドライバーが走行していきます。さあ、9周目にトップ2台入っている。さあ、タイムの差は0コンマ08秒というカウントで入っています。さあ、ここ少し離れたか。さあ、両者10周目に入って0コンマ8秒差のカウントとなっています。ドライバーチェンジまで残り15秒。さあ、まずは前半戦、坂田チームがリードしていきます。11周目。さあ、小森チーム0コンマ7秒、そして高田チームは現在10周目の走行中となっています。さあ、ドライバーチェンジ、ここでチェンジとなります。2分経過。さあ、ここからジュニアドライバーにコントローラーがバトンタッチされます。さあ、接戦状態でバトンタッチされた坂田チーム対小森チーム、さあ今ホームストレートに戻ってきます。さあ、先頭は坂田チーム、ホワイト、グリーン、ブラックのカラーリング、ホイールピンクのライキリ GP ですね。そして追いかける小森チームはGTR、ホワイト、ピンク、ブルーのカラーリング、そして、坂田チームはパープルのカラーリング、シルビア S15 ですね。1番、2番、3番の順で現在走行中です。さあ、後半戦ジュニアドライバーの番です。1分残り30秒といったところ、さあ、坂田チームがリードを広げていく。さあ、周回数これで16周目に入って、4分終了時23周到達のペースで走行中です。さあ、1周コースベストラップは10秒086をマークしています。カーナンバー1番、現在トップのマシン、第1コーナー TGR コーナー抜けてコカ・コーラコーナーを抜けていきます。さあ、追いかける小森チーム、ベストラップは10秒195、アベレージ11秒181で走行中。こちらは22周走行ペースで、走行してますね。さあ、残り時間は50秒というところ、1番、2番、3番スターティングポジション通りの今順位で走行しています。さあ、後半戦、坂田選手、ジュニアドライバーも上手いですね。さあ、実況席前に戻っていきます。ホームストレート、さあ、TGR コーナーからコカ・コーラコーナーを抜けていきます。中央アドバンコーナーを抜けて、再び実況席の前に戻ってくる坂田チーム、21周目突入。レース時間残り20秒です。さあ、2番手小森チーム、おっと GR スープラコーナーちょっと転倒しましたが、なんとかこらえて21周目ポジションキープで通過です。さあ、残り10秒、ラストスパート。さあ、このまま坂田チーム逃げ切り体制に入ります。さあ、もう1周ずつ入っていくか、小森チーム、坂田チーム。さあ、レースここで4分チェッカーフラッグとなります。さあ、これがファイナルラップ。さあ、まず最初に飛び込んでくるのはカーナンバー2番の小森チーム、そしてカーナンバー1番坂田チームが20。はい、じゃあそれでは写真いいですか。